はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回はね、プロジェクター雑談になります。今日は多いね、プロジェクターの雑談がね、本当どうしちゃったんだろうね。まあそんだけ、まあ、食いつく視聴者さんがね、まあいるってことは、まあいいことかなと思います。ちょっと待って、よいしょ。それでね、まあ本当ね、元気なおじいの動画をまあ見てくれてる方は、まあ大体いつもね同じようなこと言ってるんだけども、まあ中間プロジェクター本当に大体8000ぐらいまでのやつの 720p とか、あの暗いやつと、あと8000超えてから大体2万円ぐらいまでのやつって、まあ大きく2つに分かれて、で720p とか暗いやつは置いといて、 1080p の、まあ、大体あの今ぐらいの明るいやつ を買っておけば、まあ、間違いがないよと。で方式がこのバタバタがないやつとバタバタがあるやつと、パーツが古い流用してるやつのやつがあって、でこうファンフリックスとか、どこだから P10 とかね、ああいう新しい技術の構造のやつ、 そこのやつと、あとはなんだかんだ言いながらまだ古いのを頑張って使って、まあ嘘で塗り固めて、ただ新製品っていうだけで日本人は騙せるから、まあ、そういうものの中で、でそれをまたいろんなね桜宣伝の YouTuber とかの動画をいっぱい見ながら、トリックを見ながら、あれがだこれがこうだって、あっちがいいんだこっちがいいんだっていうね、同じ土俵で同じように比較しないとっていうのがあると思うんだけど、そこのレベルのプロジェクターの比較っていうのはもう本当に目くそ鼻くそで、もう今のやつはもう密閉式とか、まあ、DLP 方式を選ぶってことが一番間違いないんだけど、まあ、バタバタのない工場のね、比較的新しいものを買っておけば、まあ、間違いないよっていう、おじいが紹介した中でそのバタバタがないやつって数種類しかないと思うんだけど、それ以外のものは構造からしてね、変わらない。で、まあ、今回ね、この YL さんが結構コメントくれるんで、まあ、今回動画ね、いっぱい増えてるんだけども、まあ、またもらいましたね、私のコメント採用してありがとうございます。 BenQX3000i は日本では高いですが、海外では25万で、それでも高くて私には買えませんが、 TH685P ね、 Android テレビなし、日本国内版なしが9万5000円で購入しましたね。そう、 Android テレビない方が結構ね良かったりするよね。で、私は天井トイにエプソンね、EF12 を購入しました。昨日 Amazon でおじいが言ったファンフリックスがタイムセールで1万人格に下がり、あ、そうなの？おじい昨日パッて見た時はそれなかったんだけど、さらにクーポン2000引きで購入しかけましたが、遅延と騒音で迷いました。遅延と騒音？本当？おじいがメインで使ってるのに下で。逆におじいが紹介したウィミュースの S26 はかなり静音で、他の YouTuber さんもおすすめしてる機種でした。うん、あれはね、おじいはウィミュース S26 の静音性はどう思いますかね。ウィミュース K8 ファンフリックスと比べて中華プロジェクターは価格的に安くて面白いと思います。まあ、高くていいものは大事に使って、安くていいものは別の用途でガンガン使い倒して、全体の寿命を伸ばして使い倒したいという考えです。レシーブは確かに、そうあまり気にしなくても良いですね。いつも参考にしています。ありがとうございます。ということで、ウィミュースの S26 はかなりの静音でっていう、まあ、かなりの静音。おじいの比較で、そのウィミュースと K8 の比較とかね、で、あとファンフリックスとの比較とかやって、ファンフリックスの方に軍配が上がったんだけど、その今までプロジェクターの動画作ってて、本当に神経質な人が音音音音って言うんだよね。で、そのプロジェクターをこうやって耳当てがいながら使ってんのっ
っていう、抱きながら見てんのっていうね。しかも出口の熱い熱が出てくるところにこうしてファンのとこ、こうやって当てながらこうやって使ってんのって言いたくなるぐらいね。であと一人だったらね、なんかシーンとしたシーンでファンが気になってどうしようもありませんとかね、そんなに長いシーンとするシーンばか見てんのとかね、だかそんなに神経質なんだったら、だからテレビにしたよ、あんた向いてないよっていうね、まあ、そういう動画を過去に作ったことがあります。本当ね、この西欧戦に関してっていうんだけど、エプソンとか使ったことない？みんな、普通のプロジェクターってそのこう西欧戦って言うけど、この音を気にしてる人ってぶっちゃけ言って言葉が見つからないんだけど、まあ、いつもね、まあカメラのメーカーうるさいとかソニックって言ってるんだけど、プロジェクターで静音性のことを言ってるやつは、それを言い出した人っていうのはおじいから見たらもうそういう人なんです、うん、一番最初に消去法で消えていく、ね、でなんでかっていうと、そのプロジェクターっていうのはどういう構造で映像を出してるのか、でより明るく大画面で出すためには何を使う？そう、エネルギーを使う、電気も使うね。あ、そうそう、だから電気代がっていう人もいるけどね。でそのじゃあエネルギーを使わないものっていうと熱くならない、その代わり明るくない、暗いガシマイってね、こういうことになるんだよ。だから望むものは高い、だから400キロの速度を出したいのにお金は中古のあるとも分も出せねえよっていうね。本当ね、このおかしなユーザーの集まりと言ったらちょっと怒られちゃうかもしれないけど、このあまりにも世間知らずの金は出せないのに望みばかり高いっていう、本当ね、楽天で言ったらゼロインユーザーの集まりみたいのがこの中華プロジェクターの2枚ぐらいまでのところにガーッとこう集まってるっていうね。でもう何かを意見をする分際じゃねえぞって言ったら怒るでしょ、どうしてみんなね。でもやっぱりちゃんとしたものをお金出して買ってきて、どういう立ち位置かなって見てるおじいからしてみると、本当にまともに相手するのがバカバカしいなっていう思うんだよね。これぶっちゃけた話、 YouTuber としてはもっとそういうのを出さないでグッとこれ、それがね、それがあるんだけどって言うと、どっかの右曲がれねえ人みたいに、まくれこで、まくちゃこで、まくれこで、まふったらどっちかでやるかわからないっちゅうけど、あれあれ曲がれねえけど、ああそうかって、下手くそでいつもボンボンボン曲がってバーンって、ああそうか、うんそうだよこれだよって、必ずその癖があるんだけど、ダメなんだろう、五感で走れねえから曲がれねえんだろうっていうね。だおそうだよって、じゃあお前でやで、そうなのかよっていうね。それと同じで、なんかね、ダメなものはダメなんだよ結局。でその物理的に望むものが高くて、で今だんだんね、まあ半分ちょっとこう、まあ、よっぽど直射日光が当たらない限り明るいよねっていうね、まあ昼間でもなんとか見れるよねっていうレベルのものが出てきたけども、でも逆に発色的にどうなのっていうね、なんかこう後ろ後ろ飛んじゃって見にくいよねっていうものが増えてきて、でその音がない、静音性がないっていうのはどういうことなのかって、まあ構造的に今日も大きく分けてこういう種類のがあるよって話したんだけど、ファンが必要なものと、まあファンは絶対必要なんだよ、ただどんどん小型化して構造によってその発生性が抑えられるからそんなにいらねえよっていうものもあるんだけど、そのおじいが紹介したプロジェクターの中にその
性能維持を重視してダブルクリングファンで通り道をバーンとストレートにした、もうあの車で言ったらレーシングカーみたいな、あのここからダクトから吸気してバーってできるようなね、そういう、もう昔のターボとかスーパーチャージャーみたいなね、ああいう構造にしたものが出ると当然大きなダクトがあると音ストレートなんだよね。じゃあそこをかぶしたりとか、あと曲げてこういく構造だと通りが悪いんだよ、でも音が抜けてこないっていうね、あの分かる？静音性を気にしてる人ってまあ言葉でストレートに言えない人たちの集まりなんだよ、はっきり言うと。あの機能性能はどうでもいい、だからパソコン欲しい、あの何ですかね、あーこれがいい、かわいい丸いマック、これうわかわいい色丸くなんていいの、これくださいみたいな、え機能性能どうでもいいんですかみたいな、これがいい、かわいいっていうね、あのプロジェクターもそういう選び方を知る人たちが多いから、あのそういうとこなんだよね。そのどこを重視する の、 なあのプロジェクターって映画一本見てもう一本見ようかなと思ったら途中であの突然暗くなっちゃって、あのどう映像が出てこない、どうしたのって言うから、あクーリングしなきゃみたいな、あーっていうのが当たり前の世界なんだけど、あのそういうのもみんな知らないでしょ。だからね、それだから見ると今のプロジェクターって信じられない静音性があってね、で、おじいは S26 と K8 を比べた時におじいの好みはあの K8 でした。で、画面の大きさとか構造が全然違う2つなんで、新しいのが S26 で、当然 S26 も良かったけども、全体的に両方、中華プロジェクター見てもあのぼんやりしてるんだよね、画質がね。だから画質があのぼんやりしてない方がいいというか、周りまでしっかりとくっきりとしていてシャープさがしっかりとあるプロジェクターがいいよねっていう、でそういうのがあっても明るさが足んねえからちょっと比べたくねえとかね、 PTN みたいなものもあるし、そこのところはね、もうどこを重視するかなんだよね。で、あの音がしょぼいとかファンがうるさいとか、だからその RPG の経験値と割り当てと同じで、いやどこ重視したいのっていう。で、おじいは S26 は K8 よりもこっちの方が一コマ、遅延するから、まあ、レースゲーム重視でいくとどっちも似たようなもんなんだけれども、でもおじいは K8 だなっていうことで、おじいは確か K8 の方を軍配上げたんだよね。で、視聴者さんの購入してた割合はだいたい K8 と S26 と半々ぐらいで、あのこっちの人はこっちだね、こっちの人はこっちだよねっていう、それを見て、ただおじいの作った動画っていうのはそのカメラの露出がどうしても S26 有利になってるんで、その辺がね、言葉で言ってちゃんと聞いてればいいけど、スキップする人が結構多いから、まあでもどの道初めて買う人だったらね、分からねえしね。で、そういうので、あと今度こういうの買った人たちは音がとかね、スピーカーがないと、じゃあスピーカー使うのにワイルス使いたがって、じゃあそっちが遅延するとか、いろんな問題が出てくるわけで、だそうすると、ファンフリックス買った方が音もガンガン出るし、あの明るいしね、すごいかなり明るいし、画面画質も結構綺麗なんだよね。なのでそういった面で言ったら、これすごいよねっていうことでね、あのおじいはこれがトータル面で言うとこれ間違いないよねっていう。で、このファンフリックスがこの静音性と遅延でって書いてあるけど、ちょっとおじいにはちょっと思いつかないんだよね。いつも言ってるけど、このビデオカメラの超高感度マイク、あのおじいの耳には決して聞こえない、離れたところの締め切ってても離れたところの田んぼのカエルがゲルゲル鳴いてるって、どのぐらいの超高感度マイク
でピンポーってあの焚き火かけても聞こえないけども、シューズマイクル 超高感度マイクだからね、超高感度マイクであのベタッと口付けでシャーっていう音ね。でおじやのデシベルとかそういうのもね計測してるけれども、でも大体最低でもね1メーターぐらいは離らかすんじゃないのって思うし、そのなんだろう、この静音性っていうのをどこを基準にして決めているっていうね、どういう状況でどういう使い方をしている時に気にしてるっていうね。だからあの本当なんかのセミナーでシーンとしているところでその解説もなく、ちょっとこのシーンをご覧くださいでシーンとしてクーって言ってるのはまだしも、あの今の中華プロジェクターってみんな静かだしね。でおじいのところにある今あのご先祖様一番第1号のやつもあるけど、あれはかなりでっかくてねバーッと音がするけど、その音とおじいが持ってたエプソンの TW400 とほぼ同じぐらいの大きさなんだよね、大きさがね。なのでね、本当にそのなんていうの、テレビとかモニターと同じレベルで考える、何だと思ってんのっていうね。だからその明らかにその安物買うユーザーっていいかものターゲットになってるっていうか、その本来の自分自身の使う目的、そこを中心に決めていない人が多いんだよ。結局本来知りなければならない情報を調べないで、表の要はいいとこの桜レビューだけ見て、おおこれだなんて言って、でそれを買うんだけど、いざ来てみて自分のところでやろうと思ったら、あちょっと思ったのと違うとか、手すりでこうしてやってみたらあれピントが合わないとか、ちょっと暗いとか、おかしいなこんなに明るいって言ってたのにってね。だからいやこの人は、まあ、暗いところでこんな近づけて撮ったでしょう、あなた100インチこんなところで上から斜めにやってそんなちゃんと映るわけない、うえーってそこで気がつくわけでしょ。なのでね、そのスペックでは見えない、そのおじいが動画で言っている同じ中華プロジェクターでもレンズが違うと全然違うから、これは60インチが限界、80が限界、100までいけるとか、そのもう根本的にここから発する この瞬間で出てるものがどれぐらいの強さがあって、どれぐらいの要はきめ細かさ精度があって、でこれぐらいの面積のものを明るさを普通に物理的に考えても倍の これぐらいの大きさならば明るさも4分の1になるし、またぶわーっと大きさ1広げれば8分の1、16分の1ってなると大きくなればなるほど明るさが薄れていくんだよ。だからとりあえず41、61ぐらいで投影して、ほらちょっとこっち今開けてるけどそれでもこんな明るいでしょって映してる人と、だいたい100インチぐらいでガシゴで映してる人では明るさが全然違うけど、ここはカメラのマジックで露出合わせでごまかせるの、いくらでも。だからじゃあ横に並べてやってるでしょ結構ね。あの1個の撮影ってもうカメラのトリックすっごい使えるんだよ本当。だからね、おじいのところでも600アンシルーメン、600アンシルーメンなのに300アンシルーメンよりも暗いとかね、そういう暴露物シリーズいっぱいあるけれども、まあ、それでもこの割には暗いですってレビューで書いてる人は何かと比べてっていう人が必ずいるわけで、で初めてのプレジャー買いました、いやこれすごくいいですって書いてる人は比較するものがないから騙されたように気がつかないっていうね、そういう人たちのレビューが多いんです。でそれを見てまた鵜呑みにして、だ相乗効果でどんどん釣れるんだよね本当、まあ、そういう世界なんで。だ本当ね、その S26 も K8 もファンフリックスも同じ仲間なんで、もうメキソ、ハナクソ、50歩、51歩
ただトータルメインで言ったらその音があってケチ啓発買った人は音がとかってケチもつけるし、そうするとこっちはね音は だいたい満足する人が多いだろうし、画質も結構だからこうピシャッとこうしてるしね、4つバランスよくね明るいし、とにかく明るいんで、あの見え方が全然違うっていう。じゃあどれぐらいこの静音性っていうのがどれ、この音を気にしてる人って映像に集中してない人なんだよ結局。あのゲームをやる人はあまり気にしなくていいけど、いや ゲームをやる人は騒音は気にならないって、それはおかしいよレースゲームは騒音はあまり気にならないって、いやだってレースゲームだけにしか使ってないわけじゃないよ。あの何かねおじいのことをね勘違いしてると思うよ。レースゲーム専用のプロジェクターだと思ってる？違うよ。あのアマゾンプライムプライムビデオを見たりとか、普通のテレビだ、あのもうテレビを買わないんで、これもモニターなんで、だテレビを買わないんで、だからそれの代わりとして使ってるんだよ。モニターとして使ってるんで、でその中でゲームでも使うよって言ってるだけだよね。でゲームで使う時ってレースゲームをやる時って特にずっとコースの先の方を見てこう走ってるんで、ちゃんと見えないとコントロールがタイミングがつかめないんだよ。で明るさがないプロジェクターだと、あとはあの遅延したりするとその曲がれないんだよね、しっかりとね。だからねやっぱりね明るさがどうしても欲しくなってくるね。そうするとファンフリックスがやっぱりあのレースゲームやってても支援もないしね、ほとんどね。あのこないだも動画作ったよね。だから明るさと支援とかね、あとバーってうるさいと収録できないでしょ。だからまあそれを考えてこのファンフリックスを今ゲームの専用の部屋のところにこれを専用で持っていってるんだよね。だから数ある中からやっぱりおじいが今年のナンバーワンに選んだだけあって、おじいのところでガチンコで設置してあるのがこれなんです。でここのルームはテレビとか映画とか見るのがだいたい多いから、だからここのところはせっかくねDLP のプロジェクターがあるんで、もうDLP 買うときはとりあえず一般的には間違いないよねっていうね、まあそういうレベルだと思うけど、まあ中華のこの安いレベルだとなかなかそうもいかないよね。そうするとやっぱりクーリングについてはその長時間耐えられる、その要はレーシングタイプみたいな感じのしっかりしたのを欲しいのか、それとも見た目が可愛いで木の性のクソみたいなやつでなんとか側でごまかすのがいいのかっていうことなんだよ。中身同じなんだよ、ね、だから GTR のエンジンがあるのにね、大きなダクトをつけてブワーってやって橋も大丈夫にするか、いやそれだってうるさいからねって囲っちゃって綺麗にしてね、大人の出口をおしゃれでね、おこれは静かだねなんて言いながらやって、ちょっと明日パーって暗くなるのと、どっちがプロジェクターとして性能を発揮するのがね上なんだろうなって考えた場合、だからどっちを取るかなんだよ。で日本人の場合って見た目重視なんで、昔の日本は機能性能本物重視だったんで、オーディオとかバラコンを選ぶにしても好きなものを寄せ集めてね、俺はこれだぜみたいな好みでやったけど、今はそういう自分で理屈構造を理解して自分がどういう使い方でこの人たちの使い方は違うということで選ばないから、だからあの人がああ言った、この人がこの有名な人がこれがいいって言った、だからこれが一番みたいな、こういう人しかいないじゃん。思考回路を停止してる日本人しかいないじゃんほとんど。だから本当ね、おじいの場合なんか質問が来たら
そのこれはこうだよっていうね、できるだけ理屈で考えてもらう、ね、おじい中華プロジェクターどれがいいと思いますか、いやどれがいいか思いますか、したらファンフリックス買ってきゃ間違いねえよっていう。ただこれがあの安かったののお話で、あのバカみたいな高い値段では買う価値がないっていうね、そこの条件付きです、ね、であの一番良心者で買った人はね、本当ラッキーだったと思うけどね、今もうちょっと値段が上がっちゃったからね、まあ、おじいが関わってればね、さらにダブルクーポンで、だからもう2000円安くなればちょうど値段同じぐらいだったのかな、これ189じゃ1654だ、まあそんなもんだよね、確かね、おじいがやったんだけどね、ただね本当にこのファンフリックス買っ、まあ他のプレゼントもそうだけど、おじいの動画見ていろんな機種を買った人がいるんだけど、買った人って物言わないでよ、あんまり買ってからの自分はこういう使い方をしてどういう感想意見だよっていうのがないんだよ、ほんとないんだよ、ほんの一部の常連さんだけで、そういう常連さんってあれもこれも使ってる常連さんが多くてね、本当にマニアックな好きな人が多いんだけど、だね、本当難しいんだよね。だからこのウィミウス、おじいがウィミウス S25 の使用者はどう思いますかって、これ散々紹介動画のところで言ってるんで、ただ抜くし鼻くし50歩51歩で、これに比べたらまだこっちの方がちょっと静かだよねって言ってるだけであってね、別に無音なわけではないし、逆に静音性イコールこれ耐久性大丈夫、いつまで持つのっていうことにつながるんだよ。だからね、そのもっと視野を広げてちゃんと正しい意味を理解して、でここどう思うって言えばいい、いやこれとこれは2つで1つだから必ずどっかが優れてるってことは何かを犠牲にして成り立っている、だから目くそ鼻くそだから同じ数字は100あるのにここに数値を持っていったら他が足りないよねっていう、こういう考え方ができないのかなってことなんだよ。これが都合のいい魔法ね、さああなたこの中でね、この兵隊さんの中でみんな同じ能力ね、あなたたちクラスはね、あなただけ特別に静かな軌道を差し上げましょう、くるりんぱってね、こうやってやってくれるんだったら、それは他よりも優れてね、静かなんだけれどもちゃんとクーリング性能もあって、空気を取り込んでバーって外に出せてっていうね、抜けもよくてっていうね、それ魔法のような風に魔法ねかけてくれたんだったら話は分かるんだけど、なかなかね物理的に現実的に考えるとそんなに都合のいいものってないんだよ、必ずね。だからプロジェクターも設計っていうのがものすごく難しい、本当で、あとね、おじいみたいに自分より後ろに置く人、壁側の方に置く人、後ろの排気だと後ろが熱くなるよね、で左右の排気だと横に置いてあるものが熱くなるよね、で横に置いてあるものが熱くなるか鼻らかすか、それか壁かなんかが熱くなるか棚が熱くなるか、どっちにしてもいいことがないんで、フロント排気が一番素晴らしい。だおじいは最初に買ったシャープの XV4050Z がものすごい熱かったんで、本当火事にならないかっていうぐらいね、すごい失敗になるぐらいね熱くなったんで、昔のは。でエプソンの TW400 は横から吸ってフロントにバーッと行くんだよね。だからもう安心しておけたんだよ、本当で。P10 とかね、まあ一部プロジェクターはフロント排気だったから、
あのあこれは実証的に叱れねとかっていうものはねあったけど、まあ、今ここで叱ってるヤーバーで、ヤーバーは後ろなんだよ残念ながら。ただすごいちっちゃくなったんで、あのこの棚の前に置いても後ろがこんなに空いてるんで、だから全然へっちゃらっていうか、あの DLP なんで熱が出ないで、そもそも DLP だから構造が、だから本当あの濡れ色が出てきても全然へっちゃらなんで、ね、だからここら辺のここら辺の DLP じゃないやつってやっぱり一生懸命冷やさなきゃなんないから、違うんだね構造がね。だから逆にこの S26 がって言ってるけど、じゃあ携帯にしても、あの携帯用の間にしてもね、ちっちゃいのであの DLP のやつって結構あるでしょ、こんな小型の持ち運びできるっていうね、ああいうのを見ても全然静かだよ、めっちゃめちゃ静かだよすごくね。おじいもあのいくつか紹介してよね、まあ、めちゃめちゃ静かです。まあそんなわけでね、このなんていうのかな、このファンの音を気にする神経質な人はプロジェクターを使わない、抱きながら使ってるのかね。もうそのおじいの場合は、あのゲームにしてもテレビにしても映画にしても、もう そこに没頭して中に入っていっちゃうので、プロジェクターの音っていうのが全然入ってこないで、そこに集中しちゃうから本当。あ、まあ、逆にファンの音がに気になれるっていう人も羨ましい、すごく。だってあれでしょ、聖徳太子だっけ、なんだっけ、たくさんの人を聞き分けられるっていう、そういうマルチな能力を持ってるって人でしょ。おじいダメなんだよ、あの一点集中型だから、なんかスクリーン見てたらそこに集中しちゃうから、この離れてるところのプロジェクターの音シューって、今どれぐらい落としてるんだろうって、うん、ねえ、こうやってクッククッ、うんうん、ピクピクなんて耳こないじゃないかね、あれ、あやシャーって言って、あうるさいなうるさいなーなんて、こうやったら聞いてる余裕がないんで。だってあの TW400 でさえ気にならないから、本当あ静かだなと思ってたから、昔のに比べると全然、まだ横通るボーって通れるやつらの方がうるせえから、本当横あのだけどダダダダダダンとか、あの宅急便信号で止まって、あの青になるたびにキルルボーンって、その方がよっぽどうるせえから、本当ね。だからね、まあ本当にね、その音を気にする人はプロジェクターに行ったらいかんね。モニターが静かです、ファンレスモニターが静かだから、もうモニター買っときゃ間違いないね。どんなにシーンとしたね無音のシーンでも大丈夫ね、安心なんです。しかも昼間でもはっきりくっきりと見えるしね、あのシーンとかもしないしね、音もちゃんと出てくるのを買えばいいし、これはあの音しっかり大きい音で出てくるよ、ね、55インチ あのテレビとか買っても、あの1ワット2ワットでしょぼいスピーカーくっついてても、音なんか全然聞けたもんじゃないでしょ、本当ね。これちゃんとスピーカーもしっかりとしてるよ LG ね。そんなわけでね、何のためにプロジェクターを買おうかなんだよ。プロジェクターは雰囲気を楽しむもの、大きなね、だからプロジェクターではっきりくっきり液晶モニターダメにっていう、そこを間違えちゃってる人が結構世の中多いから、そこをね考え改めないと。だからその映画館に映画を見に行こうね、じゃあなんで映画館で見に行くの、まああのビデオとか DVD になるのが待ちきれない、1歳に来るまで待ちきれない、でも一応終わったらすぐに2作目すぐに出てくるじゃんってね、ちょっと待ってればいいじゃん、押してみれば先生見れるじゃんってね、
ええー、ってね、じゃあなんで映画館で見たいのっていうね、やっぱでっかい画面でなんか雰囲気が欲しいわけでしょ、でも画質が悪いじゃんっていうのがね、あのぼやけたような映像で楽しくないじゃんってね、でもなんか大きいので見たいんだって、それで行くんでしょ結局大体の人がね、まあ、よっぽど1分1秒あの争いたい人以外はさ、雰囲気でしょ、ね、だからましてお家にテレビがないね、テレビがないっていううちはすごいまだ少ないでしょ、中にはいるよ、引っ越したあの置く場所もないからテレビ代わりにプロジェクターっていう人も過去に言ったけど、でも大体の人はテレビもあってプロジェクターもあってなんで、もう外出とかお得にするんだったらテレビ見てろよっていう、何のためにプロジェクター使うのって言うと雰囲気でしょ、大きくしたいっていうね、だからそこのね、もう割り当てだよね、本当ね、だから本当ね、おじいはウィンビースと S26 もだから比較するといいところは98とかと比べるとまあコンパクトで、あの同じ距離でもね、あの大きさが大きいとか構造が違うんで、で支援をしても優れてるよねっていう、まあでもどっちもね、まあ一長一短なんだよ。でメニューの使いやすさとかね、そういったもので決めてもいいし、まあどっちかなっていう、ただ本当に同じようなもんだしね、あのあと発色具合とかそこら辺の違いだったよね。だからね、ほんと半々だったよ、 K8 も S26 も、ね、ただ大体共通して K8 買うと音がねとかって必ず言うんで、だ音は最初から分かってるでしょうとかね、あとは物によってはそのゲーム機とか DVD でドルビーに対応してないから音が出ないとかね、ドルビーに対応してる対応してないっていうのが今すごい大きいんで、もうこれからはだからそこのところをどうするかっていう。でおじいの場合はプロジェクターを使う時にそのプロジェクターから音を出さない人なんで、そもそもあのゲーム機だろうがチューナーだろうが一回 AV アンプに映像音声を入れて、音声はアンプからで映像だけをプロジェクターに送ってるんで、だからそもそも映像だけなんだよ、音は全く関係ないんで、本当だからね、その映像機器音じゃないんだよ、ね、音響システムは完全切り離してる、あのプロジェクターの場合は音はおまけだと思ってるから、あの8ミリとかああいうのと同じ感覚でおじいは思ってるんで、もともと一番最初のプロジェクターでっかいのからそう、全部音はアンプに入れて出してたから、プロジェクターから音を出すっていうその考え方がなかった、まず、まあ、万が一の時のおまけであるけど、だからデスクトップパソコンでもあのなんていうの、あのなんかあのあれなんだっけ、何視力かな、映像視力だね、マザーボードにグラフィックがついてて視力があるっていう、でそれがあるとちょっと高いし余計にいろんなパワー食われちゃうから、まあ、機能カットをするよね、でグラボットを再生そこに接続するじゃん、モニターを、だからいらない人なんだけど、万が一なんかグラボが壊れた時に何もできなくなるから、万が一の時のためについてたら助かるよねっていう、そのためにまあ今は抱き合わせだからないのはないけど、それぐらいにしか考えてない。だからそのマザーボードの HDMI なり何なりの出力を頼って、それを使って映像を出して使うっていう、そういう概念がないんだよ、おじいの頭の中では、そもそも。ね、だからね、考え方が違うね、おじいの場合、根本的に。プロジェクターはあくまでも映像を出す機器である。ね、で画面の大きな画面を出すためには明るさがないと
大きくできない、薄くなっちゃって見れないから、じゃあ大きくして見るための明るさにするためには電気も食う、パワーも食う、そのエネルギーが出るってことは、ね、熱が出るってことはそれを冷やさなければならないね。じゃあそこにファンを使う、でも今みんな静音ファン使うわけじゃん。じゃあ低回転、あの高回転とかね、あのいろいろあるけども、そこだけの話したんで、だ音がっていう人は、そこのファンをもっとさらにいい、静音ファンに切り替えるだけでいいよってことで、過去にもし動画作ってるんだよ。だプロジェクター、簡単に分解してファンを静音ファンに変えるだけで音は気にならないよっていう。それかもしくでっかいヒートシンクつけてね、ファンレスにするとか、まあ、カスタマイズしようと思ったらいくらでもできるし、であとプロジェクターも側の中に入れたまんま使わないで、その右曲がれない人のパソコンなんかだいたいもうオタクの人ってケースの中に入れてないでよ、もう壁にベンってパソコンを引っ掛けて引っ掛けてる、パソコンをね、まな板って言うんだけど、そのまな板にグラボとかマザーボードとかグラボさしたのをパーンってね、かけてるね。だプロジェクターもそうやって使えばいいの、その熱を逃がすため、熱がこもっちゃうから、だからバラしてあげれば熱がこもらない、で必要なところでヒートシンクでかくしてあげればファンレスも可能だよっていう。だおじいもパソコンはね、よく横つけないでずっと使ってたんだよ、ずっと昔からそうだよ、横のスライダー外して使ってた、フルタワーを。でも昔は1日3箱半数ヘビースモーカーだったから大体1年ぐらいするともう槍ですごいことになって大体壊れるんだよパソコンがで、まあそんな感じだね。本当だ、プロジェクター選びっていうのはね、本当たかだか2万円前後ぐらいで、そんな満足するような、全て満足するような、そんなもんできるんだったら他のものいらねえよね。どの機種にしても必ず我慢ポイントはあるんだよ。その我慢ポイントは全体的なことをしたいとか、ちゃんとしたいいものを知ってると目立つんだけど、知らない人ほど幸せ。ただ求めるものが、理想が大きすぎて、こういうモニターと同じものだと勘違いしてる人がむちゃくちゃな要望を出すんだよ、たかだか2万前後でやめてくれよって。悪いけど東京までね、2時間以内で間に合うように行ってちょうだいって、あ、予算3時しかないけど大丈夫よねっていうね、それと安全運転で行ってくださいよみたいな、それと同じなんだよね。まあそんなわけでね、でその妥協レベルで、もう個人差がものすごいピンキリが多いから、だおじいがこれがいいよって言っても、おじいがいいと皆さんが思ういいは全然違うし、であとおじいの動画も増えて、おじいは動画で言ってるけど、超高感度マイクの音の拾いと、あと映像は明るいところを中心に露出を自動調整するから、参考にならねえよっていうね、そういうのをねいつも強調して言ってます。であとは文字だけのシャクラレビューを鵜呑みにするな、ね、で、分かってない人のレビューも鵜呑みにするな、ね、っていうことなんだよね。であとはあまり有名すぎるとかいろんなものやってる人はお金が絡んでるから信用するな、ね、本当だからおじいはね、どんな大手が言ってても大手ほど信用しないし、とにかく情報収集は血の子になって自分で行う。だってあの人がああいうレビューしたか、この人がこういうレビューしたからと言って自分に合わなかったら自分の責任だもん。
おじいもね YouTube 始めた時に、まあ、とあるあの悪い YouTuber がいて、まあ、YouTuber でいるかどうか分かんないけど悪いチンピラがいて、でおこれこれでいいよなんて、ね、これで十分なんだよ、これでメインでなんて言いながら、あこれ買わなきゃバカだよみたいな、そんなの見ておじいも鵜呑みにしてそれ買っちゃったんだけど、使い物ダメじゃないか、こんな1ギガでもっしゃりして、しかもメモリがいきなりこんなに壊れちゃって、どこにインストールするんだよって、であの SD カードを入れればそっちの方を増設できるからって、ダウンロードしたアプリがあの内蔵メモ内蔵のあの容量以外のところにインストールできないものも結構多かったから、役に立たねえじゃねえかですよね。あの散々みんな煽ってかわしておいた後に、あここがこうだったね、やっぱ使い物にならなかったとか多いみたいなね。だからあのおじいはその悪いやつのそういう煽り真に受けちゃって買ってすごい失敗したんで、力でそのままね、ちょっと損して売って追い金でちゃんとしたの買ったけど、ちゃんとしてないけど安いの買ったけど、ほんとはまああのね、1ギガより2ギガあった方が当たり前だよね、少しか思うけどね、 V なんとかってかったよね、それと同じなんだよね。あの悪いいい加減なやつの情報に振り回されるなってことだね。そんなわけで、まあでもね、人は勉強代を払って成長していく。でこうだよああだよって言っても聞く耳を持たないで実際に自分で転ばないとわからない、これが人間なんです、本当に真面目に、ね。だからね、まあ、こういう動画を作ったところで何か役に立つのかなって言っても役に立たない、あんまり。でどうせ最後まで見てもらえないし、社長の4分5分で離脱してるし、あので動画も見ないし、何かあったらおじいこれどうなんだろうって聞いた方が早いし、だ動画見るのめんどくさいから聞いた方が早いっていう、じゃあヤフー知恵袋行ってよっていう、大体そのぐる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 流れになるでしょね。だから時としておじいもこういうプロジェクターのお話を夢中になると長くなるけども、作る意味があるのかなと思って、なんかバカバカしいなって思うことが結構たた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 あるんだよ結構ね。だからおじいは必ずプロジェクターのあのなんか悩んでる人がいたらね、あのこれとこれとこうだと思う、ね、悩んでるんですけどどれがいいと思いますかってね、これとこれとこれ候補を絞るのはいいけども、あなたどういう環境で使うんですかね、奥の三脚上にひっくり返す斜め方針使うの、台形方針使うの、使わないの、どれぐらい距離を離らかすの、あの昼間も見るの、 夜だけなの、ね、何映画ゲームね、何があの音は分けるの、そこから出して聞きたいの、どうするの、だ何にも言わないでこれとこれとこれでどれがいいと思いますか、おじいだったらどれがいいと思いますかなんて言って今言ったようにおじいの環境は皆さんあの真似しないでしょね。あれあの AV アンプがあってね、全部あそこで集中コントロールしてるから、全てはおじいの環境紹介の動画あるからそれを見て、全てのものはアンプに入っている HDMI で、で全てのものが AV アンプに入って、で7シリーズは HDMI の出力1か2か1と2両方って選ぶことができるので、その出力にはプロジェクターに直結で、出力1は出力1はこれに来てんの、出力1で、この装置は何っていうと2入力1出力。なんで2入力一緒なの、こっからいろんなものをつなげるためだよ、あのミラーリングしたりとかスマートフォンとかね、まあよくあのミラーキャストみたいなのも紹介してたしね、あのこっから入力したりするよね。だからあの切り替えがあってアンプから来たのを入れるか、ここの手元にあるのを出力するか、2入力1出力にしてるの
でこの通入力ワン出力から来てるのを今度はこれでねワン入力通出力にしてるの。これも同時出力できる、あの電源つけてるからね。1個はこのモニターに来てるので、もう1個あるからプロジェクターに出力するときに使ってるじゃん。でだこういう環境でおじいは使っているので、皆さんと違うでしょ、ね、だからね、そのどういう環境で使うのか、それを教えてもらわないとアドバイスができないんだよ、なかなかね。おじいはこれでいいから、おじいのこの環境だとこれでどっちがやってもいいですか、ああ別にあのここでいいと思うよ、あの明るくてこっちの方がいいと思うよねっていう。でおじい啓発し方、音がしょぼいして、いや音プロジェクターで音聞くのって、おじいからしてみたらびっくりする、音っつって、音しょぼいって、音出すのっつって、おじいは音ゼロにして身元だよっつって、そうなのおじいって、いやおじいだってアンプで 7.1 チャンネル見てるもんってね、あの 7.1 チャンじゃないね、1,2,3,4,5,6,7 チャンね、点1はいらねえ、あのもう低音いらねえまあ余ってるからね、そんな感じなんです。だから分かる、ね、みんながみんな同じ環境ではないで、見る部屋の大きさ、部屋とかね、そういうのも全然違うし、で、あのおじいは絶対に壁投影派だからね、あのスクリーンは安定しないし、あのゆらゆらしたりとか、だんだんイカみたいになっていくし、歪むんだよ。あのこれも価格コムのバカ野郎にそそのかされて、ニトリのね、あのこれ買ったけどもシワになってんでしょね、すぐなるんだよ本当で、スクリーンもだからそれなりのやつ買わないと、スクリーンもだから1,000円2,000円ぐらいのしょぼいのやっとシワが取れねえし、ペラ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 してるし、ろくなもんじゃねえんだよ。でそんな安っぽいの買うからで、でおまけでついてるようなの使い物になんないからね、またなので、やっぱ最低限でもあのガラス繊維入りってやつがね1万円ぐらいで売ってるから、それせめてあれぐらいのクラスだと明るさをちょっとあの増幅して綺麗に映ると思うんで、おじいもね試したいんだけど、スクリーンで結構案件 OK 言ってくれたことないんだよ。前あの120インチのバカでかいのあの案件を受けたことあるんだけど、設置する場所がさ大変でね、下の和室のところでやったんだけど、あれ頑張ってつけたけど両側に出品が置いて、もう全然あの出入り口のところだから他につけるとこがなくて、6畳間の6畳のこの横で目いっぱいだから、こっちはもう幅が足りないんで、120インチっていうと昔のうちだと、いやかなりもう無理なんだなと思って、 100が限界だなと思ったことね。だからね、あのお金があればワイヤーでちゃんとするとね、ブーっていうのがよくあんじゃん、ね、ああいうのを使うとあれもちゃんとピンとなってるからね、やっぱりあの10何万20何万ってするのはやっぱ伊達じゃないなっていう感じがするね。まあ、おじいの場合は奥行き稼ぎたいから、やっぱ壁が一番手っ取り早いかなと思ってるけどね、本当あのピントがちゃんとなってないと。でただ唯一あのそういうスクリーンでも許せるとしたらレーザープロジェクターよ。でピントがどんなにメラ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 してても既にピントが合ってくれるから、でだから妥協するとしたらレーザープロジェクターね、そうでない限りはもうあの壁投影以外はありえないというのがおじいの考えです、ね。まあ、実際皆さんあの生活の上で、ね、なかなかそう都合よく後ろに壁はないと思うけど、おじいはプロジェクターを中心にこの部屋を合わせてるから、
だから反対側には何も置かないっていうね、何も置かない、スペースがもったいないけど全部スクリーンだもんね、だからあっち側何も置かない、そうするとこっち側と棚があるっていうね、こうひっくり返しても同じなんだよ。だからもう同じとか、そうするとこっちはまだだからパソコンはこっちに置くしかないっていう、こうやって決まってきちゃ う, うね。だ模様替えしても模様替えがなかなかできない、だプロジェクター中心の生活してるからこれね、そうなってくるんです、ね、でも皆さんはそのプロジェクターはおまけだから、プロジェクターを中心にレイアウト変えないでしょ、ね、だからおじいどう思うしても、おじいの言ってることはあんま参考にならない、ね、ヒントを教えるから、頭の中で自分の環境に変換して答えを見つけてっていうアドバイスしかねできないんです、おじいはね。はい、そんだけどね、まあ、なかなかおじいは言葉のレパートリーが少ないんでね、一人でバン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 って言っちゃうけど、まあそんな感じですね。まあ、レースゲームは確かに騒音あまり気にしたこともないってね、レースゲームは騒音は気にしたくていい、じゃあ他のやつはね、だからね、本当まあどの道こういうものをお話が出てくる、コメントするうちはまあ暗中模索で楽しんでるっていうことなんだよ。で安定、もう安定して環境を整えちゃうともう何も参加しないからなんか目についた時だけ参加するかもしれないけど、今この時点なんだね、頑張ってねって感じでみんなね、そういうもうスルーするだけだからね、だいたい段階があるんで、ね、いろいろこう科学コムは桜とか誘導役がいるんで、でここで買ったあれ買ったとかってね、いるんでね、何でもかんでもアバックアバックみたいなね、アバックで買えとか、アバックレーサー買えとか、ほんとね、マシモンみたいなのがね昔いたんで、荒らすやつがね、アバックの印象がすっごい悪くなって、もうそんなとこ絶対近いとこねってね、思った当時、ね、何それって。はい、そんなわけでね、まあ、中華プロジェクターは目くそ鼻くそです。いろんなことをね理解すれば、ああっておじいの言ってることは分かると思うけど、まあ分かんなかったら何度でも失敗して、次はここがこういうものを調べて買おうっていうことになります。ただここを調べたいという時にスペック一覧表には載ってないことです。おじいが重視していることはスペック一覧を見ても分からないことなんです。ここ重要ね。まあこの意味がね、おじいの動画をしっかりと見てれば意味が理解できるけど、まあ意味が理解できない方はね、いつか分かる日が来ればいいねって感じだね。はい、そんなわけで今日はもう一日プロジェクターの話で終わりだね。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。